右と左を間違える人って意外と多いんですよ。最近になって科学者に見透かされてしまったこの事実、あなたはどうですか？脳外科医が手術後、患者のベッドの横に座っているところを想像してみてください。大変です。これから告げられる悪い知らせは全て医者のせいなんです。間違った側の脊椎を手術してしまったのだとか。最悪の瞬間。左右を取り違えることは医療の世界では本当によくあることで、医者が間違った眼球に注射をしたり、間違った乳房から生検をしたりした例もあります。ほとんどの人にとって右と左の区別は上と下の区別と同じくらい簡単ですが、意外にも最近の調査によると約6人に1人の大人がこの行為が大変な問題だと答えたということが分かりました。自分では全て分かっていると思っている人でも、大きな音や関係のない質問など気が散ることで間違うことがあるのです。信じられないかもしれませんが、自分の両側を把握するのは複雑なプロセスで、記憶力、言語能力、視覚的、空間的処理、そしていくつかの精神的なアプローチが必要なのです。科学者たちは空間を把握しようとするとき、脳の中で何が起こっているのかを正確に解明しようとしています。なぜある人にとっては簡単なことでも、ある人にとっては頭を使うことなのか、それは謎のままです。この問題に対処するために、人々はあらゆる種類の創造的なトリックを考え出します。親指と指で L 字型を作ったり、字を書いたり、ギターを弾いたりするときにどちらの手を使うかを考えたり、リマインダーとしてタトゥーやピアスを入れたり。ちょっと過激ですが、あなたが他人の右と左を見極めなければならないとしましょう。そのとき事態はさらに厄介になります。相手と同じ方向を向くように頭の中で自分を回転させなければならないんです。ダンスの動きと同じで頭の中で行います。私があなたと向かい合うなら、私の左手はあなたの右手と反対になると考えます。頭の中で考えてみてください。興味深いことに、人は自分の手や体が回転するのを想像することで左右を判断しやすくなるという研究結果があります。コンパスのような動きでしょうか。まだ全ての答えは出ていないものの、研究者たちは面白い発見をしました。日常生活ですでに手に関連した戦略に頼っている人は、右と左の区別で最大のパフォーマンス向上を示すというのです。また他の空間能力と同じように、子どもの頃に学ぶものなのかもしれないという人もいます。自分でナビゲートし、自分で決断する幼い子どもは左右の判断に困らない傾向があります。この分野で子どもに先行してもらえば、新たなエキスパートが生まれるかもしれませんよ。アリス・ゴメスと彼女の研究チームはもう一つ興味深い情報を発見しました。右と左を理解することは、子どもたちに適切なプログラムを教えることができるというもの。研究チームは子どもたちの身体認識と運動能力を高めるために2週間の実験を行った結果、左右の間違いが 50% 近く減少したのです。左右の不注意が医学だけでなく、人生の他の分野でも思わぬ結果をもたらすのは想像がつきますよね。噂によると、タイタニック号の操舵士が道を間違えたことが、あの悲劇的な沈没に一役買ったといいます。多くのものが右利き用に設計されているため、左利きの人は周囲の環境に自分を合わせなければならないんです。それ自体は大変な行為で、最近ではこの不具合に応じて左利き用のアイテムも増えてきている傾向です。ところで、外科医は現在、患者の皮膚にどの部位を手術するのかを示すマーカーを引き、他の部分にはここを切らないでくださいというサインを書いています。シンプルですが非常に効果的ですね。